はい、こんにちは、ひろきです。おや、今日のひろきさん、ちょっとなんか風邪ひいたんじゃないですかと思われたあなた。はい、正解です。正解です。最近ですね、季節の変わり目で、なんか、あれですね、まあ、春なのか冬なのかよくわからないくらいの季節なので、暖かくなったなと思って油断して薄着になってたらですね、また寒くなって風邪をひいてしまうということがあると思うんで、まあ、あなたもですね、気をつけてください。そんなことはどうでもいいと思うんですけど、まあ、今日はですね、YouTube を使おうというふうに、書かせていただきました。YouTube、私も、やってるんですけど、YouTube の価値ですね、に気づいてない人が非常に多いなと思いまして、YouTube 使った方がいいということを私はすごい勧めたいので、あなたに勧めたいので、YouTube のメリット、使うにあたって使った方がいいメリットを書き出してみたんで、ちょっとですね、順番に説明していきたいと思います。まずですね、無料。一番目に無料なんですけど、YouTube ですね、こういうふうに発信できてですね、いくらかかるのっていうふうに思われるかもしれないんですけど、無料で発信できるんですね。他のサービスだったら有料のところとかあるんですけど、例えばニコ生とかだったら500円とか取られたかな。まあ、あそこも無料でできたかもしれないんですけど、まあ、とにかくですね、全国に発信できて、無料で、こう、自分を宣伝できる。一昔前だったら、なんか電話が、まあ、電話も今は無料になってる時代、まあ、定額料金になってる時代ですけど、まあ、全国に発信できて、無料でできるっていうのは、まあ、本当にですね、信じられないこと。レンタルサーバーとかに、まあ、自分のファイルをアップロードしただけで、まあ、レンタルサーバー借りたらですね、月額3000円とかかかるところが多いんですけど、YouTube 上にアップするとですね、無料でアップロードできるんで、YouTube なんてこう、良心的なところなんだろうっていうふうに思うくらいですね、まあ、YouTube、無料でできるんでおすすめということで、まあ、一番目そういう感じですね。で、二番目がですね、集客、まあ、人脈、まあ、見てくれた人がですね、自分のことを知ってくれて、そこからなんか連絡取りませんかっていう感じでですね、何かしら、人脈が増えるということで、まあ、集客にもなりません。何かあなたがビジネスをやってた場合はですけど、集客にもつながるということで、2番目はそんな感じです。で、3番目はレバレッジというふうに書かせていただいたんですけど、レバレッジって一度やった仕事がですね、何倍にもなる、っていうような意味なんですけど、まあ、一度こういうふうにですね、自分のことを喋っておくと、まあ、こういう紹介動画、まあ、説明した動画を一回撮っておくとですね、あとはこれ見といてね、みたいな、ひろきさんってどんな人なの？っていうふうに聞かれたときに、ああ、俺こういう人だよ、みたいな URL ポチ、みたいな。で、もう、何回も同じ説明しなくてもいいということで、非常にあれですね、まあ、しかも顔出ししておくと、もう自分の紹介にもなる、みたいな、まあ、感じですね。3番目はすごい、レバレッジが効く。何回も同じ説明しなくてもいいということです。で、4番目がですね、プレゼンが上手になるということで、たとえですね、動画を見られなくてもですね、この動画見られなかったとしてもですよ、100歩譲って、全然そんな見られてないじゃん、意味ないじゃんって思われるかもしれないですけど、もしそうだとしてもですね、こういうふうに喋る練習で、プレゼン、まあ、自分がセミナーをやるときとか、何ですか、スピーチしてくれって言われたときに慣れてるわけなので、何回でもですね、プレゼン、まあ、自分の、プレゼンがすごい上手になるということで、たとえ見られなくてもそういうメリットがあるわけです。自分が、話が上手くなるということで。で、5番目はですね、自信になるというふうに書かせていただいたんですけど、まあ、そういうプレゼンをする、まあ、4番目にも繋がってくる話かもしれないんですけど、まあ、自分がですね、どれだけやったかっていうのが蓄積されてくる、どのくらい、まあ、やったかっていうのが目で見ることができるようになるわけなんですね。ああ、自分もう100本も動画撮ったのか、みたいな。あ、200本動画撮ったのか。ああ、したら俺もうめっちゃ上手くなってるなっていう、自信になるわけなんですよ。ああ、これだけ練習してきたから、もう、俺もうめっちゃプロだわ、みたいな感じになれるわけです。最初ですね、1本とか2本とかしか動画撮ってなかったらですね、あんまりちょっと自分って大したことないんじゃないと思うかもしれないんですけど、まあ、すごいたくさんアップロードしていくとですね、蓄積されていくんで、もう自分の練習量が目で見ることができるようになりますので、本当に自信になりますので、YouTube 使ってみてはいかがでしょうか。今日はこんな感じです。ありがとうございます。今日も一緒に頑張っていきましょう。